残りは150上げですかね。シングル選手結構ショートしてますね。バーディーチャンスは2人上の選手もほぼ各バーディーですよね。どうでしょうね、ちょっと
いです。素晴らしいですね。いやマジですげえな。すごいな。本当に安定してます。ちょっと下ってますからね。ジャストタッチってやつですね。素晴らしいです。素晴らしいです。はい。加藤選手はパーセーブしたいですか。どうですか。いいね。ナイスパー。ありがとうございます。もうさ、ノーバーディー、ノーボギーとかも超つまんないんですけど。頑張って。そうね、皆さん。さあ、純ちゃん残り一ホールですけれど、はい、今のところの、はい、この組のそうです成績はどんな感じですか。ですね、上野選手が後半だけで2アンダーですね。和田選手が3アンダーで、シングル選手がイーブンで、加藤選手がちょっと今ね耐えきれずボギーになっちゃったんですけど1アンダーというふうになっています。トータルでいうと和田選手が前半も2アンダー取ってる、2アンダーなので5アンダーですかね。私のメモが合っていればですけど台湾だ。引っかかってオーバーしちゃったかもしれないですね。ちょっとね、引っかかってね、
オーバー引っかかってたのかなんかちょっと合ってるかわからないですけどオーバーしました。なんか見た目すごい嫌ですね最後ね。そうですね、力入るねって感じ。あの今なんとなんと加藤選手だけかな。いやー気になりますね結果か。他の組が気になりますね。はい気になりますね。まあ、今見れば見えちゃうんですけどちょっとこっそり見ちゃおうかな。はい、ということで後半はですね、ほのちゃんいつもリンゴルフ出てるもらってるということで、ほのちゃんの組にちょっと密着して撮影をさせていただきました。その中でもね、和田選手ちょっと話聞いたら20歳って多分すごい若くて若いようなんですけども、それでも1、2、3、4、後半4アンダーバーってこられました。前半も2アンダーということで合計6アンダーということで、かなりスコアを伸ばしされました。素晴らしいプレーでした。ちょっとね、結果はね、まだちょっと私も分かっていないので、これから結果発表と表彰式を行いたいと思います。ちょっと楽しみにしています。はい、ちょっと全然リポートみたいにならなかったんですけどちょっとね、次回はね、この今回の反省を踏まえてね、ちゃんと、まあ、リポートなのかどういう風に撮影するかっていうのを考えたいなと思います。ありがとうございました。